反政府デモにより未だ緊張が続くタイ。そんな中でも子どもたちはサッカーを楽しんでいます。子どもたちを指導するのは日本人です。コーチの言ったこと守って、右足だけ。木場正夫39歳、ガンバ大阪のキャプテンとして活躍した元 J リーガー。現役最後にプレーしたタイ、そして東南アジアに恩返ししたいと JDFA という選手育成の団体を立ち上げました。アジアっていうところでのこの経験を生かせる形っていうのと、自分自身がサッカー界に対して貢献できていくであったり、返していけるのかなっていうのは。木場さんの活動は東南アジアの子どもを対象としたサッカー教室。そして日本でも通用する選手のスカウトです。Jリーグで東南アジアの選手をプレーさすっていうことは、一つの大きなところなんですけども、東南アジア選手の日本移籍が実現すれば、地元メディアからの放映権料など J リーグにとって大きなメリットに。さらにこの活動は東南アジアで市場拡大を狙う日本企業にとっても知名度アップを図る一つのチャンス。現在4社から支援を受けています。この辺でもっと売りたいって、はい、木場さんにお願いした、ここに協賛している理由っていうのはそこで、はい、だからできればせっかく始めたんだから、もう少し、なんていうかな、そうです、関心を持ってもらえるような企画を盛り込む。サッカー選手を引退してまだ4年、手探りの活動が続きます。残ってそのセレッソ優勝スポンサーに対してどういった形が一番メリットを感じてもらえるのかっていうのを考えてやっていきたいと。今月木場さんが訪れたのはタイの地方都市ウドンタイン。サッカー教室を開くため前日から貸し切りだと聞いていた会場に来てみると、なんと地元住民による運動会が行われていました。しょっちゅうですね、結局準備が始まったのは夕方から。広告の設置に子どもへのプレゼントの用意など大忙しです。1日あって、J リーグのプレー生まれる方は生まれへんけど、ほんまにそういうきっかけでね、タイの子供たちになってくれたらいいですけどね、当日、元 J リーガーの指導を受けようと、130人もの子供たちが駆けつけました。最初、両足使っていいんで。右足左足使っていいからフリーでドリブル行こう。行くぞ、よーい。子供たちの笑顔を、ほんま2時間のあの一瞬だけのためにね、一生懸命やってるやなと、何事にもね、変えがたいことなんちゃうかなっていうのは毎回思います。この笑顔の先に未来の J リーガーが生まれると信じています。スポンサー企業のブースも設置。参加した子ども全員にサッカーボールをプレゼントしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ユドタでございます。
翌日、木場さんは休むことなくバンコクへ移動。スポンサーの現地支店へ活動報告です。そうですね、言ってないので分かんないですけども、今回からか前回から宣伝効果も、はい、なんかさ当初思ってたよりも感じてます。あ、そうですか、ええ、ありがとうございます、うんうん、地道な活動を続けることで得られた手応え。東南アジアから J リーグのプレーヤーを出すために頑張って活動を続けていくので具体的に考えてしっかりやっていきたいと思っています。木場正夫、元 J リーガー。夢が叶うその日まで情熱が消えることはありません。